はいどうもこんにちは、ホテルズの鳥圭介と吉谷です。お願いします。お願いします。はい、今回の動画、春夏に購入した2人のおすすめのシャツ紹介お願いします。まあ多分2人とも多分前回の春夏のコーディネートの時に購入したんだけどまだ紹介してないっていう風に言ったシャツが多分1人1つずつこうあったと思うので、そちらを今更ながら紹介しようかなと思います。遅れましたね。だいぶ遅れました。遅れたんですけどかなり気に入っていて、ぜひこう紹介したいようなシャツになってるので、ぜひ最後までご視聴してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最初にじゃあ2人とも見せますか。そうですね。はい、こちらが僕の方ですね。ルメールのデニムシャツ。はい、でこちらが僕ヨシヤの方ですね。アワーレガシーのボタンダウンのシャツですね。はい、2人ともオーバーサイズですね。そうですね、うん、だいぶ僕のもだいぶオーバーサイズで、普段ヨシヤはそんなでも大きいの着なくない？大きいのあんまり着ないですね、うん、だからなんかちょっと新しいなって感じはある。ヨシヤがそんな感じのシルエット着てると。あ、ほんと？なんか、うん、昔それこそこうドロップショルダーとか着たことはあったんですけど、最近あんまりこう肩落ちてるものとかあんま選んでなかったんで。そうだよね。なんか懐かしさもあって新鮮さもあって、軽くバサッと羽織っちゃいますね。そうだね、今時期の上からね、なんかほんとガウンみたいな使い方ができるサイズ感だし、すごい楽ですねやっぱり、ダボッと上から羽織れるようなアイテム。うん、はい、じゃあまず僕のこのアワーレガシーのシャツなんですけど、商品名がアワーレガシーボロード BD シャツっていう。そうだね、ボロード ボロードボタンダウンシャツですね、はい、本当に名前の通り、まあ、ボタンダウンになってて、でボロードっていうのが、まあ、日本語に訳すとそのまま借りてきたみたいな、なんか借りてきたぐらいこうサイズ感がゆるっとしてて、はいはい、まあ、その人に合ってない、そう、悪く言ったら合ってない大きさのサイズ感のシャツっていう意味で、そのなんかさ、なあれだよね、ストーリーがかっこよすぎる。めちゃくちゃかっこいいよね。なんか勝手にこうおじさんから借りてきたシャツみたいな風に思っちゃったり、なんかそのぐらい大きいシャツで、なんか女の子だったら彼氏から借りたシャツみたいな、ね、そう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 、なんか人によってこういろいろ捉え方が変えられるような感じで、アワレガシーの中だったら割と定番で毎年こう柄だったり、そうだね、シャツだったらすごい人気な品番だと思う。若干変えながら出してるんですけど、これが一応コットンベースになってて、はいはい、ポリエステルだったりとか若干リネンが入ってたりとか、なんかこう形状記憶の素材になってるんで、なんか元からこういう、多分カメラで伝わってるかわかんないです、ちょっとこうシワ加工っぽいのが入ってるんですけど、これも形状記憶の素材を生かしたこう風合いになってて、こう雑にこういう風にやっても全然汚く見えるってわけじゃなくて、味になってくるっていうような、なんでこう本当に僕みたいなちょっとこう横着しちゃう人とかは、横着しちゃう、横着っていうかなんていうんですかね、まあ、ガサツにできる、する人だね。そう、ハンガーにかけずにもうそのままラックにポイでも全然これは大丈夫なので、そういう僕にも合ったシャツかなと思って、これはすごい気に入ってますね。いいよね、配色もかっこいいな。一応黒と白とピンク、あとこの何色って言ったらいいんですかね、濃いめのピンクのこの4色、3色4色ぐらいで作られてて、これ着てみるとめちゃくちゃかっこいいんですよね。そうだね、でも着ないとこの色かどうなんだろうみたいになるけど、着てみるとあ、なるほどかっこいいっていうのがありますよね。そんな感じのシャツになっております。まあ、ブランドはアワレガシでね、まあ、アワレガシもだいぶ前、2ヶ月ぐらい前に紹介してると思うから、もっと前か、そうだね、なんかもうこのホテルズの動画で割とおなじみのブランドにはなってきたと思うんですけど、ぜひそちらも前ね、俺が新特集みたいなのやったので、そちらもぜひチェックしていただけたらなと思います。お願いします。はい、ということで戻りまして、はい、ルメールのデニムシャツです。これはね、正直最初から言いますとあまり詳しい商品説明はありません。調べても日本のお店で通販やってるところが出てこないです。なんかエッセンスとパーフェッチ、あとマッチーズとかは見たんですけど、どれもなんかね同じようなことばっか書いてあったので、まあ僕のすごいいいなというか面白いなと思ったポイントが、肩周りのステッチえぐいよね、生地余りない、すごい背中のヨークもめっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗です。これはちょっと伝わるかどうかあれなんですけど、いやすごいね、この肩周りのステッチ幅、ヨークのステッチ幅、これは日本のブランドが雑とかそういうわけではなく、日本のブランドだともうちょっとねゆとり開けるんですよ、5ミリぐらい。でもこれね、リアルね1ミリ単位で縫製してあるんですよ。すごい、あれがしんどう、
これでもピンクだからすごい見づらいんですけど、でも2ミリぐらい、うん、あれちょっとまあ色が近いから見づらいんですけど、うん、これは2ミリぐらい、あれがし2ミリとかで、そうだね、これはもうほんと限りなく生地の上叩いてんじゃねえかぐらい、いや間違いない、超ギリギリの縫製です、超綺麗ですね。で肩幅もそんな大きくないし身幅もそんな大きくないんですけど、着丈だけ結構ね、うん、オーバーサイズ取っていて、僕はね一応46で購入しました、はい、44でも着れるんですけど、うん、腰回りがねそんなやっぱ取ってないからボタンも身幅狭いね、そう身幅狭いからタイトすぎるんで、うん、46にしました。46だと前開けでダボッと羽織るのもいいし、タックインして着るのもいいかなっていうことで、まあ、両方とも着れるね、46の方で購入しました、はい。でまあ襟締めた時にこの襟の広さとかもすごくベストで、スプレッドカラーっていうのかな、超綺麗、この形がすごく綺麗だったのが特徴的です、うん。まあ、デニムシャツっていわゆるやっぱりこういう、今日見えるか分かんないけどこういうブルーかな、うんうん、ブルーが印象にあると思うんですけど、うん、ブラックっていう質感がねなんかルネの良さが伝わるかなと思って、すっごい上品だね、はい、上品です、いいかなと思いました。まだ洗濯はしてないんですけど、うん、まあ、洗濯しちょっと縮ませてもいいのかなとも思いますし、うん、あとボタンの色とかもねいいんだよね、このちょっとブラウンっぽいボタン、僕もめっちゃ好きっすね、このデニムの色にブラウンのボタン、うん、これはちょっとおしゃれすぎるかなと思います、うん。なんかこういうデニムシャツを買うと逆にあのリーバイスのさ、いわゆるあの80年代とかのさ、うん、デニムシャツ系、うん、カウボーイシャツみたいな、うん、ああいうのもなんかカジュアルダウンしてきたいなと思ったんで、なんかいろいろなんか試す幅をきっかけをくれたのかなと思います。これの上に MA1 着てもいいし、そうだね、これの上にスーツ着てもいいし、うん、なんかいつでも万能で着てくれるかなと思うんで、うん、まあデニムなんでやわな素材じゃない分長くちょっと一緒にね、確かにガシガシ着れますね、そう僕と一緒に育っていこうかなとはい、僕と一緒に育っていく予定のルメルのシャツでございます。値段は高いけどいい買い物ですね。そうだね、多分日本で買うと6万円ちょっとかな、うん、税込み6万ちょっとぐらいがどこでも売ってる価格で、海外通販だと多分送料込みで6万ぐらいかな、うん、で買えるかなと思います、はい。まあ、ぜひ着たい人はね DM ください。僕の服を貸すわけじゃないですけど、在庫がある限りは、接客などもできるので DM いただけたらなっていう感じですね、はい。これはでもねすごい気に入ってます、めちゃくちゃいい、うん、なんかこう僕写真とかでしか見たことなかったんですけど、うんうん、意外と柔らかいんだね、柔らかい、ね、もうちょっと硬かった気がしたけどなかった時、なんかもっとこう張りがあってピシッと見えるような、いわゆるこうリジットのデニムみたいな感じなのかなと思ってた、うん、そこまでではないけど、まあなんか最初はもうちょっと硬くてシワだらけになってたけど、なんか今ねもうちょっと柔らかくなってきたのかなっていう印象はあります。デニムならではの経験変化、ね、そうこれは前開けでもタックインでもかっこいいんで、うん、これからガンガン使っていこうかなっていうレベルのシャツになります。めっちゃ羨ましいですね。ちょっと僕さっきこれ言うの忘れちゃったんですけど、うん、まあ、身長173センチ、まあ、50キロ前半で、44で着用してます、うん。僕多分44じゃなくて46とかにするとちょっとオーバーサイズすぎるかなと思って。そうだね、すぎるよね。まずで着用動画とか載せてあるんですけど、うん、44でもだいぶゆったりしてますね、うん、身幅がかなり取ってるんで、このシリーズやっぱ大きいよね、身幅がとにかくすごいっすね2人入れますね、2人入れるよそれぐらい大きめのシャツだね、はい。まあ、シャツね、うん、でもやっぱ白シャツとかも欲しくなるじゃないですか。欲しい、白シャツ欲しいっすね。そうなんだよ、なんかもういろいろ欲しいのがいっぱいあって今ちょっと一番難しい時期なんですけど、難しいよ。まあね、もうちょっとで秋冬も立ち上がってくるじゃないですか、5月末になってきますと、ね、そうですね。まあ、なんで春夏はまあもうちょっとそろそろぐらいにしといて、あ、まあ、秋冬の準備をしつつ、うん、そうだね、あとまあ春夏のセール買ったりとか、うん、まあいろいろね見ていこうかなというタイミングでございます。いろいろ楽しみですね。楽しみです。うん、この前秋冬紹介したと思ったらもう次の秋冬ですからね。いやなんか今回ね春夏ね俺あんま買ってないし、僕も買ってないっすね、うん、秋冬の方がなんか買ってたなと思ったんで、うん、うん、まあ買ってないっていうのも一つの理由だし、あと古着が多かったから、確かに僕も古着ばっか買ってたかもしれないですね、うん、だからまたなんかちょっと今シーズンの秋冬は
僕オーラリーは正直めちゃくちゃ気にしてて、うん、ちょっと2着ぐらいも欲しいのあるし、早いアーレガシーもちょっとねかっこいいなって思うのあるし、うん、ちょっと今年だけはちょっと僕耐えられなそうなくて、マジっすか、全然見れてないっすね、見れてない、ちょっと楽しみっすね、そういうの聞く、まあそうだね、来月6月ぐらいにはなんか、ね、秋冬 22AW ね、うん、の動画撮ろうかなと思いますので、ぜひそちらも見てみてください、はい、見てください、はい、ということで、まあ、僕のとヨシヤさんのね、はい、着用動画を撮ってみたので、はい、ぜひ見てみてください、どうぞ。なります、ありがとうございました、ありがとうございます、最後までご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございます、まあ、こんな感じで、まあ、今後もね、うん、まあ、今回はシャツでしたけどいろんなものにフォーカスを当てて紹介していきますので、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、まあ、今回のねおすすめはルメールとアワレガシっていう僕たちの大好きなブランドだったんですけど、はい、他の動画も過去の動画見てもらえれば何回もね多分登場してるブランドなので、そうですね、ぜひ昔の動画とかもあさって見ていただけたら嬉しいです、はい、お願いします、はい、でこの動画が参考だった方はぜひ高評価とねチャンネル登録をよろしくお願いいたします、お願いします、ということでホテルズの鳥井圭介と吉谷でした、ありがとうございます、ありがとうございます。